み、大事な話があるんだ。今いいかな？どうしたの？今同窓会中じゃないの？同窓会はさっき終わったところ。昔のクラスメイトと久々に会えて楽しかったよ。ならよかった。それで話って？寝るところだったんだけど、起きて待ってればいいのかな？いや、もうこのまま話す。それと今日はもう帰らないから。え？あれが俺と離婚してくれ。やっぱ俺の運命の相手は元カノだったんだ。どういうこと？元カノって何？同窓会にいたの？ああ、俺高校時代に初めて彼女できたんだ。ああ、名前はさやかって言うんだけどね。名前からして可愛いだろ？はあ。それで今日再会したらすごく美人になっててさ。彼女も俺のことまだ覚えてたんだ。昔の甘い思い出が一気に蘇ったよね。それでさやかっていう元カノとよりを戻したいってこと？同窓会で何があったのよ？何もないよ。たださやかといろいろ話しただけ。それで分かったことなんだけどさ、さやかのやつ今いろいろ大変らしいんだ。大変って？さやかシングルマザーなんだって。元夫の暴力がひどくて別れたらしい。養育費も踏み倒されてるって。そうなんだ。それは大変そうだね。だろ？すごく辛くて大変な毎日だって言ってた。元彼の俺だから打ち明けられたって泣いて話してくれたんだ。何それ、嘘泣きなんじゃないの？彩香はそんなことする子じゃない。あゆみ、そんなこと言うなんて最低だぞ。でもなんかおかしいし。イカ落ち着きなよ。急に私と離婚ってありえないでしょ。俺は十分落ち着いてる男として。俺は初感が困ってるのを見過ごせないんだよ。だからお前と離婚したいんだ。今嫁がすごく困ってるのは見過ごされてるのかな。自分の夫がこんなにアホだって知って衝撃なんだけど。お前は正社員だし子供もいないし離婚しても困らないだろ。迷惑かからないように離婚するから許してくれ。すでに迷惑かかってるけどね。妻なら夫の運命の愛を応援すべきだ。同じ女としてシングルマザーを応援したい気持ちもあるはずだ。ちょっと知り合いに連絡してくる。急な話すぎて頭が痛いわ。そうだよな。俺も急にこんな話してごめんな。俺は今日から近くのホテルに泊まるから。まさか元カノと泊まるんじゃないでしょうね。だとしたら不定よ。慰謝料請求するわよ。そんなことしないよ。すぐに離婚するとはいえ俺はまだ既婚者だからね。さやかに不倫の罪を背負わせたくないし。本当？少しは夫を信じろって。ちゃんと離婚が成立するまで俺はさやかに手を出さない。こんなアホな夫なんて信用ゼロよ。それじゃあ後で連絡するわね。慎吾、起きてる？起きてるよ。ホテルでくつろいでたとこ。さやかとの LINE が止まらなくてさ、全然眠れない。そのまま一生寝ないでほしいわね。改めて確認したいんだけど、本当に私と離婚してさやかさんと一緒になるつもり？当たり前だろ。これきっと運命の再会なんだ。いえ、ただの同窓会の再会です。とにかく俺は毎日辛いさやかを守りたい。そのさやかさんは散財癖もある借金持ちだけど、それでも一緒になりたいの？なんだその情報。実は知り合いの知り合いがあなたの同級生なのよ。それでいろいろ教えてもらったの。さやかは確かに高校時代からわがままなところもあったけど、それは可愛いんじゃないか。借金がなんだ、俺が代わりに返済すればいいだけだろ。正気？俺は正気だ。さやかを幸せにしてやるんだ。他にもさやかさんはあまりいい噂なかったけど、それも全部知ってるの？一回落ち着いた方がいいと思うわ。噂がなんだ。あゆみが人の噂なんて信じる人だと思わなかったよ。慎吾、本当に私と離婚したいの？子供はいないけど二人で楽しく過ごしてきたじゃない。でも元カノの方が綺麗だった。は？さやかなんて子供もいるんだぞ。それなのに歩みより細いしスタイル抜群。垢抜けたのか顔もすんごく可愛くなっててさ。つまり嫁の私より綺麗だったから元カノとよりを戻したいの？やっぱり可愛いは正義だよね。俺一生添い遂げるなら可愛い子はいいんだ。歩みもそこそこ可愛いけどさやかには劣るんだよね。はぁ？というわけで頼む。俺と離婚してくれ。さやかに俺の気持ちを伝えたら離婚してこいって言われたんだ。
本当に好きかどうか本気を見せてくれって。もう呆れた。あなたがこんな人だと思わなかった。離婚でも何でもしてやるわ。とっとと離婚届送ってくれる？本当か？離婚届は明日にでもすぐに送るから。じゃあ明日中に私も役所に提出するわ。早くて助かるよ。それじゃあ俺しばらくホテル暮らしにするわ。いろいろ落ち着いたら荷物とか取りに行くから。わかった。適当にまとめて玄関に置いておくわね。助かるよ。それじゃあ元気でな。あゆみ、元気？元気よ。っていうか、あれから1週間も経ってないけど。だよね。まだ離婚届も出してないよね。俺今日から家に帰るから。あ？俺ようやく目が覚めたんだ。さやかのやつ、俺のことを金づるにしか思ってなかったんだよ。どういうこと？借金があることも了承して再婚したんじゃないの？しかもさやかのやつ、整形してたんだ。借金も整形のせいでできたお金らしい。整形してたんだ。でも綺麗になったんだからいいんじゃない？何言ってるんだ。俺は整形反対派だぞ。そうだったんだ。しかも昨日デートしたら100万持ってこいって言われてさ。100万？俺の気持ちが本気か確かめたいんだって。もしさやかと本当に再婚したら、ピオダに毎月100万を渡さないといけないらしい。ピオダ？それはすごいわね。元夫の離婚も暴力じゃないんだって。本当はさやかの散財癖での離婚らしい。え？次の夫を見つけやすくするために嘘ついたって暴露された。すごく打算的な元カノね。というわけで俺はそんな女の子は無理。整形美人で散財癖とか割ってるよな。俺歩みのところに戻るよ。申し訳ないけどもう遅いわ。え？離婚届はすでに提出済みなの。もう私と慎吾は他人よ。もう出したの？すぐに提出するって言ったじゃない。慎吾から離婚届送られてすぐに提出したわよ。嘘だろ。今すぐ取り下げてきてよ。もう受理されてるし。じゃあもう一度結婚しよう。同じ相手ならすぐに再婚できるみたいだし。やだ。なんで？こないだの話で慎吾の本性があったし。私より美人なら誰でも再婚したいんでしょ。どうぞ好きに再婚してください。あれは冗談。やっぱりあゆみが一番だよ。あゆみは整形なんてしないし、散財癖もないし。私は整形してるけど。え、付き合ってる時にちゃんと言ったよ。私二重整形してるけど。そうだっけ？全然覚えてない。その時のシングは整形賛成派だったはずだよね。俺をずっと騙してたな。あゆみも整形してたなんて。騙してないよ。ちゃんと言ってたし。忘れてる慎吾が悪いんでしょ。整形って痛いだけ？うん。じゃあ特別に許すよ。でもそれ以上整形はしないで。俺整形反対派だから。いや、他人のあんたに許される必要はないし。何言ってるんだ。離婚は取り下げよう。本当にあの時はごめんって。あれだけ離婚したいって言い出しといて、やっぱりなしってバカじゃないの？もう慎吾と離婚したんだから連絡してこないで。そんな。それより早く荷物取りに来たら？来週から雨だよ。外に置いてある荷物濡れちゃうけど。荷物もまとめたの？離婚届と一緒にすぐ片付けました。さっさと取りに来てよ。頼む。また一緒にやり直そう。荷物も家の中に入れておいてよ。引き取りに来ない？じゃあ勝手に処分しておくね。処分やめてよ。だって他人の荷物が邪魔して毎日玄関開けづらいんだもん。取りに来ないなら業者に引き取らせるから。分かった。取りに行く。取りに行くから捨てないで。じゃあ今週中に取りに来て。期限過ぎたら即処分だから。慎吾はしっかり期限内に荷物を取りに行きました。その後の行方は知りません。そして元カノさやかはその後同級生の中で一番出世した男の子と再婚し、お小遣いをもらっては整形を繰り返しているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。
また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。